今回ご紹介する一押しの商品が混ぜ込み刻みたくあんになります。こちらふりかけにはなるんですが、まあ、ふりかけてそのまま食べるのではなくて、まあ、ご飯に混ぜ込んでいただいて10分15分蒸らしていただくと、乾燥しているたくあんが水分含んで生の食感に近い戻ります。でこのままでももちろん美味しいんですが、今ちょっと流行りの話題のチュモッパ、こちらですね、韓国で流行の握り飯なんですが、こちらのチュモッパが簡単にできるというふりかけでございまして、まあ、この乾燥しているたくあんのふりかけに、まあ、こういった海苔の韓国海苔、あとごま油を混ぜるだけで手軽にチュモッパができるという商品になります。